はい、インディーズバンドウルムさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、何行きましょう。まあ、ちょっと久しぶりになるのかな、うん、三浦雄太郎さんについてやっていこうと思います。はい、三浦雄太郎さんと、谷村新司さんの2人が歌う「いい日旅立ち」。はあ、ええー、歌やな。歌やな。いい日旅立ちをね。いやもう、もうね、私もう今から癒される時間でございます。皆さんもうね、この歌大変で、この声大好物なんで、私もよだれが通りません。これでも僕らね、年末年始に正月、はい、年末から正月にかけて鳥羽に旅行行ったんですけど、はい、2人でね。でその時ちょっと特急乗ってた時、ちょっと俺の頭は流れてました。あ、そうなんですか。いい日旅立ち、おね、この曲も素晴らしいよね。やっぱ谷村新司さんすごいな、やっぱな。この方ね、情景描写描く歌書くのめちゃくちゃうまいですよね。うん、そうなんですよ。なんかね、僕も大好きな曲なんですけども、それを今回はその桃江さんではなくて三浦雄太郎さん、息子の三浦雄太郎さんと、谷村新司さんが歌うのを聞いてみようかなと。どんな感じになるのか超楽しみです。はい、じゃあ行ってみましょうか。ういめっちゃオーケストラ。おお、すごい。日本テレビザ・ミュージック・デイっていう2017年放送の分ですね、これね。まあ約5年前っていうことですね。うん、男前やな。うわー、ええなーこれ。あやな、これ谷村さんは谷村さんでやっぱ味あるよね。安定の安定やね、やっぱ安定の谷村さん。なんか安心しますね、うん、なんかあ、こういう感じみたいな、うん、歌えもできるし曲も作れる、すごいな。これ雄太郎さんが上を歌ってますね。丁寧な言葉の置き方してますね、やっぱり。おお。あ、やっぱりね、倍音がめっちゃええ。いや、でも雄太郎さんのね、一番いいのはそこなんですよ。めっちゃええ。声のね、その倍音ってなんやねんっていうと、その声にいろんな雑味というか他の成分が乗っかってることを言うんですけど、ねえ、谷村新司さんはもうこの低音が綺麗じゃないですか。うん、このコンビいいな。あ、癒しのランさんが大好きな癒しの声ですからね。ひたすら優しい声。やっぱりね、丁寧です、歌が、うん、結構この2人の声が合ってるよな、このハモった時に分かんな、めっちゃ綺麗。ちょうどね、低音と高音のところの役割がうまいことできてるからなと思うんですよ。このバイオ、高音成分のバイオがマジで綺麗。これね、高音ハモってこんだけ綺麗にいくのっておそらく人より倍音が多いんですよ。あー、なるほどね。普通の歌詞より倍音多いです。だから桃江さんの遺伝子ですね、これね。だから普通のなんかそのなんだろう、声質の人がやるのとまた違って、うん、そうなんか何人かがハモってるように聞こえるんですよね。うん、だから二人でユニゾンすると雄太郎さんの声のが前に出るんですよ。高音成分が多いんで、これいいな、いいな。
言い方悪いっすよ、互角にやり合えてますよね戦ってる谷村さんと互角にやり合えてんのがすごいすごい、はい、ということで聞いてみました。すごい、このやっぱりあのね、ゆうたろうさんの武器やっぱこの倍音ですよね。いやもうこの声のね、なんかその芯のところに付随してる音色の多さよ、うん、多さっていう基本のその発声があって、はい、でそこに息遣いの息の成分がちょっとなんかサックスみたいなものですよね。そうですよね、サックスって、うん、そのリードそのものの音プラス息の音が入ってああいう音が鳴るんですけども、うん、これサックスとよく似てて、息の成分も入っててでプラスまだその上に乗っかるものがあるんですよ。それが喉の作りのあれなんやと思うんですけど、普通の基本の声より、うん、いろんな成分が重なって重なって乗っかってるんで、でこれってね、その上のパートハモった時結構分かったりするんですよ。はいはいはい、ハモりで上のパートをハモる人って結構その倍音成分多い方がこう分厚く聞こえるっていうか、なってきたりするんで、これちょうどハモりの時に、うん、だからその谷村さんの声も結構倍音多いんですよ、うん、多いんですけど、うん、だから負けないんですよね、谷村さんの癖のある声に。うまいこと住み分けができてるんですよ、うん、だからあの谷村さんはどっちかっていうと高音っていうよりか低音領域の倍音の成分が多い方なんで、うん、だから喧嘩しないんですよね、うん、ちょうどうまいこと調和してみたいな。もうハモった時のあのなんで音の広がりやばないです、あの二人、うん、やべえみたいな。二世やのに結構ボリュームもあるよね。そうそう、サイドリンぐらいでハモってます、うん、みたいな感じやったんで、うん、いややっぱええ声ですわ。なんか最近なんかそういう癒される声っていうか意外と好きなんやなと僕は分かるようになってきましたけどね。あのね、私ね、優しい声だい、優しくされるとダメなんです。優しくされるとすごい泣くもんね。そう、私最近ねもうね、いやーでもね、だってあれさよならの向こう側、ゆうたろうさんの聞いてた時もう泣いてたもんね。もうね、あのまあまあボロクソに泣いてましたよあの時、うん、あの時の歌はやばいやばいっす。だこの曲も良かったんですけど、僕はちょっと今まで僕らが聴いた中ではさよならの向こう側のあのテイクが一番良かったなって、まあ、ちょっともうちょっとこれ最近のやつと思うんですけど、でもね、あの音域的にゆうたろうさんの声のええ部分いっぱい引き出せるでしょっていう音域じゃないですか、うん、さよならの向こう側っていうのが、うん、ちょっとほんで この曲より、いい日旅立ちより力強いところあるよね。ね、ちょっとそのゆうたろうさんの力強くいくところもちょっといいかなと僕思ってて、うん、分かります。ええ味出してるやんっていうところがあるんで、もうね、もう泣きそうなるそんな話したら私はもうね、あのなんだろう、泣きたいなっていう時に見てるんです、ゆうたろうさんのちょ、あのこれ言うたらキショって言われると思ったんですけど、ね、でもね、あれ見るとね、すぐ泣けるんですよ私。感動するんですよね、なんかあの心が震えるってこういうことを言うのねっていうぐらい、あの別になんかあの別れを惜しんでる人もいないですよ、いないんですけど、でもやっぱりなんかね、こう心が洗われるんですよ、あの声を聞くと。あの声をね、弾いてますよね、弾いてるよ、弾いてますね、ちょっと若干毒取ってんな思って、いやもうなんかね、この声はね、虜になりますよね。でやっぱりね、この歌い方にしてもお母さんの歌を大事にして歌ってらっしゃるなっていうのがね、うん、そうですね、だからこれね、だから2世じゃないですか、でもすごいプレッシャーだと思うんですよ、うん、そのお母さんである山口百恵さんっていうのはもうすごい偉大な方でしょ、でそれを息子さんがカバーして歌うってなると、もうこれ普通の歌手が歌うのと全然プレッシャー違うんで、で谷村新司さんと一緒に歌わなかったんですよ、うん、でそれをこうじゃあどうしたらいいんやろって考えた時に、まずお母さんのイメージ崩しちゃいかんよねっていうのがまず出てくると思うんですよね。そうですよね、でも崩しちゃいかんけども、その自分はそのゆうたろうさんは男性だから、あのキーとかは絶対変えないかんし、でもキーを変えるってめちゃくちゃイメージ変わるんですよ。そうなんですよ、キーを変えるとイメージ変わっちゃうんですけど、ね、でもそれを崩さないように
イメージを保ったままキーも変えて、でちょっと自分なりの歌い方も入れて、うん、むちゃくちゃこれバランスよくうまいこと考えてやってるよなっていう。いや、めっちゃ器用ですよこの方が、うん、音楽的才能すごいある方だと思うんですよ、うん、だって普通の人だったらできないんでここまでは、うんうん、やりたくともできないんで普通に、うん、耳もいいしセンスもすごいある方なん ですごいね、その細かいところの桃江さんのニュアンスを、うん、多分これめちゃくちゃ繰り返しで聞いてやってると思うねんけど、研究し尽くしてらっしゃるんじゃないのかなって思いますけどね、こと細かに聞いてやってる歌い方やなって。そうなんですよ。で山口桃江さんの歌って難しいんですよ、うん、いろんな意味を含めて、うん、で結構皆さん感情を表現しようと思ってそこら辺をメインでやっちゃうと、うん、くどくなるんですよ。力むんよな。力むのと何だろう、妙に構えて歌って、俺感情出してるでっていう歌い方っていうのがあるんですよ。私ね、ちょうど年末年始にまあ、BS の歌番組で、はいはいはい、別の女性が「いい日旅立ち」を歌ってたんですけれども、うん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 、感情移入しすぎてめちゃくちゃくどい「いい日旅立ち」、油っこい感じだって思ってた、もう何ですかね、高音の部分全部テンポ半分ぐらいずらして歌うみたいな、うん、もう胸焼けしますみたいな感じやったんで、淡々と歌うんですよ山口百恵さんって、うん、でもその淡々の中に微妙な情緒の揺らぎを表現するのが絶妙にうまい方なんで、それを再現できる息子さんやばないです、うん、あれ再現できないって私ずっと思ってたんで、これでも本当に聞きまくってるからできる技やと思うんですよ、いやこれね神業に近いことやってらっしゃいますよ息子さん、すごいと思いますよ、でこの声が、まあ、まさかのそのランさんのその癒しにベストマッチするっていう、ね、私これ寝る前に聞いて眠りにつきたいぐらいの息を、今度どっか行った時かけましょうかこれ、寝る時にかけてくださいぜひとも、ゆうたろうさんのこのプレイリスト作っといて、プレイリスト作っといてもろって寝る前にかけて、おやすんでグスグス布団の中からごめんなさいっていう確率の方が高いと思うんですけど、何してんねん寝てへんがなお前言うて、ね、いやこれはやっぱりねいいですね、ゆうたろうさんのこの声は本当になんかなあハマったな、ランさんにな、ハマりましたね、意外や意外と思って、なんかロック好きとか言ってる方なんで、まあでも意外とそういう優しい声に、でもゆうたろうさんバイオン成分多いんでロックめっちゃ結構いけると思います、はい、オリジナルとかまたね次回ちょっと、ゆうたろうさんのね、いや絶対似合うと思います、曲やってみようかなと思うんですけどもね、バイオン成分がないとロックって決まらないんで、うん、本当に僕前も言ったんですけどイーグルス合うなと思うんですよ、バイオン多い洋楽結構いけそうな声ですよね、それはもう私も思います、もう聞きたい、洋楽カバーとか多分されてるのかな、あるのかな、あるんですかね、調べてみますけど、はい、多分洋楽バイオンの多い人って結構洋楽歌っても普通にそれはね、数いろいろな、ね、アーティストさん、まあ、我々取り扱ってるんでカバー聞いたら、うん、やっぱりバイオセーブ多い人はロック歌っても全然いきますよねみたいな話をねようやってるんでまあ桃江さんもロックっぽい曲いっぱい歌ってますから、ね、私はもうロックンロールビデオの時の、もう山口桃江さん超ですかっこよすぎて、かっこよかったね、もうあれもう憧れる、ね、憧れるなんていうんですかね、この歪んだ声の色気、うん、やばすぎやろみたいなね、いやだったらもうね、ロックンロールビデオカバーしてるんですかね、ロックンロールビデオあったんかな、ちょっとまあその辺を調べて、絶対似合うと思う、絶対似合うと思う、2回言いましたね、まあ、あとはそのゆうたろさんのオリジナルのね、ね、そうですよね、曲とかもちょっと取り上げていこうかなと思うんですけども、ぜひとも聞きたいです、はい、でもまあカバーもぜひぜひやって、これからもね続けていただきたいと思ってますよ、うん、やっぱりもう、うん、歌い継いでほしいんですよね、歌い継げるのはやっぱりもうゆうたろさんがいないんですよ、ちゃんとね、このいや言うたらそうですよ、北斗神拳みたいなもので政党継承者って一人しかできないんですよ一子相伝みたいな感じでやっていただければと思うんですけど、本当にお母様のなんていうんですか、表現を、うん、ちゃんと聞いてらっしゃると、だからね本当歌い回しの細かいニュアンスとかが、うんうん、
よくもうお母さんの歌い回しをしてるところも結構あって、全部じゃないんですよ。そう、全部ちょっと自分自己主張入ってるんですよ、でもそのお母さんのイメージを壊さないように、その重要な部分全部お母さんの歌い回しでやってますよ。塩梅すごいですよね、毎度聴いて塩梅すごすぎやろみたいな、もうそこら辺センスなんですよ、この方のセンスがもう光る、羨ましい。でもあの高音であんだけ倍音を含めながらハマれるっていうことは結構喉強いと思うんで、はい、で、僕ちょっとこの映像を見た目で、すっごい友和さん、三浦友和さんの印象を受けたのが首が太いところ。おーおーおお、ゆうたろさんこう真正面から見ると首太いなと思って、華奢なイメージ、華奢なイメージなんですけど首太いんですよ、こう正面から。これちょっと分かんないですけど、今ちょっと見てみますけどね、首太いんだ。あ、このアングル分からへんね。あ、こういうアングル。あ、ね、結構しっかりしてるんですよ。結構あの顔の幅と同じぐらい。そう、この後ろ側ね。あ、僕でもこうちょっと差が出るんですけど、はあはあ、ゆうたろうさん結構この首が太くてここはしっかりしてるんで、多分これの歌うにはいいよねっていう。首太いのね。首太いね、ここの筋肉がしっかりしてるとか、まあ、でも安定するとか。歌う上においてはがたい方がいいですもんね。うん。だからちょっと細そうに見えて、多分それなりにがっしりしてるんだなと思いましたね。なるほど。うん。あの三浦友和さんってちょっとそういう体型じゃないですか。結構あのがっしりしてますもんね。うん、ガチッとした体型で、ね。男が憧れる体型ですから、あのガチッとしてこう強そうな。うん。あの体型ね、もう漢字の漢って書いて男いう感じね。そうあの極楽願望っていうね、金融屋のあのドラマ、前も動画で言いましたけど、はいはい、あれがもう大好きで俺ずっと見てたんですけど金髪のあの金髪ね、三浦友和さんがかっこいいわと思って。絶対似合う金髪、ね、でもすごいっすよね、三浦家すごすぎやろって。いやもうね、なんなんすかね、どんな家これっていう。みんなすごいっすよ、才能が。弟さんも俳優としてすごい方なんで、演技うまいんですよ、すんごく、味出してね。これやっぱりでも、あの2世がうんならかんにゃら言うけど、俺2世絶対すごいと思うんですよね。いやそうだって、で特にこの桃江さんとかの場合やと、あのそういう話をするっていうことを聞いてるんで、どうしたらいいとかみたいなのとかをこう話したりとかして、アドバイスっていうか、まあこうしたらいいんじゃない的なのを話してもらったりとかするわけでしょ、その直接やもんな、私やったら要せえへんわと思って。直接そういう話ができる過程っていうのもすごいんやなと思って。でそれがあると多分その息子さんも楽やと思うんですよ。まあそれはありますよね、絶対ね。家族が仲いいと多分楽やと思うんですよね。そういうなんかあんまり考えずにそういう相談とか話できるっていうのは。そうですよね。何でもかんでもこうね、話しやすいっていうのが絶対あるんでね。それもあってかなとは思うんですけどもね。はい。まあということで、はい、今回いい日旅立ち。ちというね、谷村新司さんとね、三浦祐太郎さんのことをするセットの動画を見てみましたということで、はい、これぐらいにして終わりたいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、毎日見てよ、ありがとうございます。最近ダンサーそのなんかあのそういう声を聞いてちょくちょく女出るから、出やすくなってきたな。ダメなんすか。いや、いいっすよ。ダメなんすか。可愛いな、おで見てますよ私かて一応メスとして生まれてきておりますので女の部分出したかてええやないですか。うん、いや、いいですけどね。いや、出てきたなっていう話じゃないですか。別にそれがいいとか悪いとか言うてないですよ。いや、だってこの声聞いて女出さへん人おらんでしょ。うん、いや、もう優しいじゃないですか。あんなベストオブ優しい声。あんなやさぐれてたヤランさんがなんか普通になってきたわと思いながら見てんの。いや、もう、でも私もなんかこう欲求不満なんかわかんないですけど、もうね、こういう声聞くとね、なんか抱きしめてほしいわ、みたいな。最近それをおもろなってきたな。アホでしょ。私ね、最近アホなってきてるな、アホなってきてるな、思って、ほんまに。
いやでもええことですよ、そんだけあの感受性が高くなってるっていうね、いいことです。まあでもね、周りにねこういうねええ声の方ってなかなかいてないんですよね。なかなか、なかなか難しいっすよ。でもこの間あのコウさんと心斎橋で撮影した帰りの心斎橋駅のホームで聞いたあの駅員さんの声超良かったっすよね。めっちゃ良かったなめっちゃ良い声やってたまにいてるよな。でも電車のその車掌さんで超いい声で、ね、ちょ顔見たいんすけどとか思って、なんかそういう仕事をしてんのみたいな声、クリス・ペプラーみたいな声してたんですよ、うん、その車掌さんが、ただいまやなんか参ります電車はみたいな、えあれ面白かったな、録音してたよかった思って、いや録音したかった、ええー、声ですねって二人ではしゃいでるだけで終わってしまった、あれ録音しとくべきやったな。めっちゃ良かったわあの声、ほんまに。そうやな、いい声って難しいな。俺もあの全然そのいい声、あでもねあのいいコメントでたまにそのいい声ですねって言われることはあるんですけど、僕は別に自分では普通やなとしか思ってないんで、まあ、どうなんですかね。あのでも僕作れるタイプなんですよ、うん、モノマネするでしょ。あ要はモノマネしますね、うん、なんかそのなんかこうしろと言われればこうするんですけど、この素で喋ったらこんなんでじゃないですか、うん、うん、作ったらそれはええ声とかできますけど、ええ声って、いやそのええ声言ってるええ声が普通にええ声ではない、私にとってはでもあの標準語が喋れないからあの関西弁になっちゃうから台無しなんで、ええ声ジェットストリームみたいな、おもろすぎでしょ。ね、どうやった？ええ声っていうよりかは、もう声真似は結構僕昔から好きでやってましたけど。うん、まあ、でもこうさ、あの、ね、なんですかね、あの聞きやすい声ではありますよね。あのね、芸人タイプなんですよ。ああ。あの動画回してる時そうなんですよ。動画回してる時って結構ここ僕締めてやるんで、うん、あのあーとかみたいな感じで発声するんですよ。言うてその方が通りやすいし聞きやすいからっていうのがあって、まあ、でやりすぎると聞きづらくなるんですけどまあ自分でちょっと耳でフィードバックしながらこのぐらいかなっていうのでだいたい毎回喋ってるんですけど、難しいですよねこうやってね、そのだってそれ持って生まれたもんやからな。そうですよ、それこそほんまにあの能力才能ですよこれって。どうしようもないもんな、私もね、なんかもうちょっと可愛らしい声で思ったら、あ、ランさん僕いい声やと思ってますよ。あれ、ええ声ですか？あの無駄に通るだけの声ですけど。あーでもね、あの歌い出すとやっぱりいい声やなと思う。うん、しゃべっててもいい声やと思いますけどね。ただその色気があるかどうかって言ったらちょっと違うなと思うけど、うん、ないですよ、うん、その男性が女性として見た時にその声で女性を気に入るかなと思ったらそれではないっていうのが分かるけど、もうちょっと声高くないとダメでしょ。ただそのいい声は全然してますよ、ね、前に声出ますんでね、ファってね。ランさんが低いトーンで喋ったら多分いい声になると思います。それって色気あるんすか、女としてのどうもこんにちはランです言うて普通にそんな作らんとな、普通にランさんも結構低音に魅力ある人やと思うんで、まあでも声低い方ですもんね、うん、低い方やから低音の方がいいかなと思いますけどね。まあこうもまああれいい声は出てますけど、でもランさんは声目立つ声してるんで、まあ意外とでも、ね、声だけで誰かっていうのは分かるって言われますね、うん、そうそうそう、でまあまああの結構このコメントでもランさんの声好きですっていうのは、ね、何回か見てるんでね。まあでもそれありがたいですけど、多分それ声っていうか喋り方の問題ちゃいますか、話の部分はあると思いますよ。まあ女の子でこんなね明け透けな喋り方することあんまいないんで、うん、まあでもねそこをお上品にしたらそういい声に聞こえるかもしれないいい声でもその喋り方が悪かったらな、なんぼねいい声まあね、あのでもこのね明け透けな喋り方が私のええところなんで、うん、まあ、でもゆうたろうさんのこのバイオンっていうのは本当にすごいわ、ね、魅力、なんかいろんなのが乗っかってるもんな、そのこの声すごいっすよ。これでもやっぱりこれ遺伝なんかなと思いますけどね、うん、桃江さんもすごいでしょ、うん、そのバイオンの乗り方やばいっしょ。バイオンのその何かなんていうんですか、量って言いますか、その種類が豊富すぎるんで、うんうん、なんかあの5人ぐらい後ろで歌ってますぐらいな聞こえ方するじゃないですか、うん、声が
ゆうたろうさんも同じような聞こえ方するんで、うん、そこは多分遺伝なんじゃないと思いますけど、ね、すごいっすよ、なんか一人だけ違うエフェクトかけてるみたいな、うん、で、ね、男性やからもちろんキーは違いますけど、うん、まあでもそんだけ倍音、倍音は多分遺伝やと思いますね。あれ遺伝でないとつかないですから、まあ、そうですよね、確かにね、うんうん、僕らが何部倍音のせい思ったかってこれ無理無理無理、あのここ移植せない。ヤさんはでも歌うと比較的ある方やと思うねんけど、僕はもうないんですよ、ほんまにない、ちゃんと歌うと ないってもう皆無なんですよ。皆無まで行きます、個性ないねんだからそんなコさん歌上手いですよ。上手いけど個性ないねん、だから誰か分かれへん、こんな声して歌うやつ何もでもおるよねっていう、自分ではそう思うんですけどね。いやそんなことないと思いますよ。竹内力みたいに歌う大阪の夜みたいな、ね、それこそ個性の塊ですよね夜の言うてもうなほなことばかり言うて、ね、はい、ということで今回はね、もういい日旅立ち、まあなんかちょっといろいろまた、うん、オリジナル曲もちょっとね、まあそうですよね、ゆうたろうさんの曲もちょっと聞いてみたいかなと思ってます、ね、はい、ではオフショットでございました。ではでは、ありがとうございます。10月